勝利おめでとうございます。まあ、この試合ですね、こちらとも、まあ予選リーグ、1日目で、負け同士でかなり、試合展開としては、激しい展開になる中でご自身の、ヘディングゴールの先制点で得点を決めることができて、チームを勝利に導くことができております。こちらの、ご自身のゴールの振り返りお願いいたします。ゲームの流れ的にやっぱ相手を結構してたんで、セットプレーコーナーキックの機会が多くて、自分の特徴はヘディングなんで、そこの強みを最大限出せれたっていう部分で、1点目はいい形で1点できたと思います。ありがとうございます。このゴールの時の感情などありましたら教えていただけますでしょうか。なかなか結構チャンスあったんですけど、立ち上がりからでもなかなか決めることができずに、ちょっとずるずる引っ張っちゃったような感じがあったので、自分の得点でチームに勢いづけるかなっていう気持ちでゴールに叩き込みました。ありがとうございます。この試合に向けてチームとしての約束事などありましたら教えていただけますでしょうか。約束事は特にないんですけど、やっぱ初戦勝てなかったということで、やっぱこのグループステージの残り2試合をしっかり勝っていかないと決勝トーナメントに進めないんで、この一戦、まずはこの一戦をチーム全体で一丸となって勝とうという気持ちで挑みました。ありがとうございます。最後ですね、あさって予選リーグ最終節です。現在チームとして2位につけているんですけど、こちらの意気込みをお願いいたします。相手京都サンガということで、簡単な相手じゃないですし、この連戦の中でやっぱ自分たち結構普段の練習からでも厳しいトレーニングを乗り越えてきているので、そこは自信あるので意地でも勝ちたいです。ありがとうございました。